ています。ここ取手市では10月1日に市政施行45周年を迎えるんですね。はい、でそんな取手市のホームページを見てみますと、この市政施行45周年を記念したカウントダウンメッセージが公開されているということで、今日はそのカウントダウンメッセージ、一体どんな取り組みなのかお話を伺っていきます。はい、今私の隣には取手市広報広聴課ウェブコンテンツ係の吉田重隆さんに来ていただきました。吉田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずこのカウントダウンメッセージなんですけれども、どのような取り組みですか？はい、市政施行日の11月1日に向けて、はい、あと何日という、文字盤を持っていただいて、はい、と一緒にですね、お祝いメッセージをいただきまして、それをホームページに掲載しています。あとそれと合わせてですね、一般の方から公募を募りまして、はい、写真メッセージをいただいたものも一緒に掲載をしています。なるほど。でその募集した生のメッセージがホームページで見ることができますけれども、このカウントダウンメッセージの狙いはズバリどういったところにありますか？はい、市内外の多くの方々に市の誕生日を祝っていただけるということを、表すことによって、まあ、より多くの方々に祝福をいただいて、一緒に取手市を盛り上げていただけたらと考えています。あとは、まあ、いろんなところで活躍している方々がいらっしゃいますので、はい、そういった方々を紹介するということも狙いの一つにあります。なるほど。でこのホームページ、取手市のホームページ、実際に開いていただきますと、左の方に45周年カウントダウンのメッセージのバナーがありますので、クリックして見ていただきますと写真が載っていてメッセージも見ることができますが、あとはパネルが近くにありまして、あと何日というふうに書かれていますね。皆さんの笑顔がすごく輝いています。そうですね、本当にいい写真がいっぱい撮れたと思います、はい、そうですね、もうこの笑顔から取手の誕生日をお祝いするという気持ちが伝わってきます。吉田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、この時間は取手市役所から市政施行45周年を記念したカウントダウンメッセージの取り組みについてお伝えしました。